甲州街道側より、ガレゲアを見る、東京オペラシティは、東京都新宿区西新宿3丁目にある複合文化施設。新国立劇場及び民間の超高層ビル、東京オペラシティビルで構成される。この校では主に、東京オペラシティビルについて詳述する。新国立劇場については街頭の校を参照のこと。当地にはもともと、電電公社時代の淀橋電話局。 京王邸飛バス、新宿営業所、小田急百貨店配送センター、東京工業試験所などが存在した。東京オペラシティは、1985年の国際建築設計協議による、柳沢隆彦宅建築、都市計画研究所設計の新国立劇場と、NTT ファシリティーズ、都市計画設計研究所、柳沢隆彦宅建築、 都市計画研究所の共同設計による民間の超高層複合施設、東京オペラシティビルからなるマイクの名称である。単に東京オペラシティという場合、しばしばこのうち、新国立劇場を除く高層の民間建物部分、東京オペラシティビルを指す。ビル内には、文化施設とオフィスのほか、シティの名の通り、飲食店、物販、 サービスなど50を超える店舗がデナントとして入っている。高層の東京オペラシティビル部分と隣接する低層の新国立劇場の部分はガレリアと呼ぶ高さ20メートル、長さ200メートル、3層の半外部空間で接続されており、ガレリアを境に新宿区と渋谷区に分かれている。東京オペラシティビル部分は東京オペラシティビル株式会社及び 財団法人東京オペラシティ文化財団により管理、運営されている。東京オペラシティビル株式会社の事業者には、もともと当地に、ゆかりの深かった NTT 系の NTT 都市開発、京王電鉄など、複数の企業が名を連ねている。空調設備などは、隣接する NTT 東日本の本社ビルと共用の地域冷暖房プラントを持ち、 山手通り下の地中でつながっている。また同ビルとの間は2階にある屋根付きの横断橋で山手通りを渡って連絡している。回転ドアは2004年に六本木ヒルズ森タワーで発生した事故を受け一時使用禁止となったが一部を除いて現在でも使用されている。またオフィスエントランスの大型回転ドアには安全センサーが追加され、 自動扉を併設した上で警備員を常時配置し安全性を確保している。新国立劇場も参照など。かつてはアップルジャパンも入居していたが2013年5月に六本木ヒルズ森タワーへ移転した。エーボンプロダクツ本社も13階に入居していたが2014年6月に港未来ビジネススクエアへ本社機能を移転した。移転後も 本店所在地は東京オペラシティに所在し、1階の直営ショップ、A ボンビューティーセンターは営業継続。プロクターギャンブルジャパンの東京オフィスもかつて、半蔵門周辺西五端だから移転してこのビルに入居していたが、2018年6月に京橋江戸ぐらいへ転居している。タワー棟のオフィスエレベーターは五バンクあり、A バンクと E バンクは三菱製、B バンクは 日立製、C バンクと D バンクは東芝製となっている。停止外は各バンクの行き先会と乗り継ぎ会で構成されている。2014年4月からオフィスエレベーターは順次、リニューアル工事が実施される。リニューアル後は到着チャイムとアナウンスが最新のものになる。また、工事中は乗り継ぎ会が通過となるバンクもあった。同ビル内にあるコンサートホール、リサイタルホール、 東京オペラシティアートギャラリーを運営している。正式名称は東京オペラシティコンサートホール竹光メモリアルであり、1992年から準備段階の東京オペラシティビルの芸術顧問であった作曲家の竹光徹の名前を冠している。シューボックス型の平面、変形ピラミッド型の天井、2層のバルコニー席、天井に最高窓を持ち、 ピラミッド上の音響反射板がステージ上部に浮かぶ。内装はホワイトオーク。平戸間ドマ形式、舞台と客席は移動可能。東京フィルハーモニー公共楽団の練習場となっている。同オーケストラの事務所は東京オペラシティ内にある東京オペラシティアートギャラリー。年4回程度企画展を開催、国内の若手作家を紹介するプロジェクト N も開催している。 サンクンガーデンを取り囲むプラン。天井高6メートルのハイサイドライトを持つ。ギャラリー1.2、4階の展示室ギャラリー3.4、コリドールから構成される。ミュージアムショップのギャラリー5が隣接。詳しくは、東京オペラシティアクセスを参照。ありがとうございます。